はい、どうも。俺が言うやつだよね。今日はもうベテラン2人だとやりづらいね。飛び職人10年やったら満身創痍説か。なんかそんなようなタイトル多分ついてたと思うんですけど、トシ君飛びだね、ヒロ君は回し場だね、はい、もう生粋のピケ足場。18年ぐらい。18年。でそして YouTube 最初の男だね。そうですね。足場とか。ああ、そうなんですね。2万5000ぐらい最初行って。へえ。その時はちょっと会社こうやって歩いてたね。いくつだ今。37です。37。18年。満身創痍。で、トシ君が、はい、飛び職だね。はい。それは俺がもう下請けの時代からで会社やり始めた時は飛びだったんで。うん。その時は鉄骨とかね、はい、もう協力やったりとかいろんなのを一緒にやって、はい、でその頃の人だから、もう全然ピケなんかやっと覚えたからね。そうですね、登録ね、はい、もうでもピケこれやって、ピケっていうのは何ていうのこれ、枠ヶ島って勝ち込み柱っていうの、ビケとも言うよね。まあこれちょっともしあれだったらコメント欄に書いてね。こちらなんて言うんです、ピケ柱とか。でトシ君が何年飛び職人。僕18、いや20、まあ、20。おー、38です。で1個上か。で何年で腰壊したの。5年前ぐらいですか、ね、で最初に出てヘルニアだわ、はい、結局2人で。ブリクンバンヘルニアで、ヘルニアで、あのメガネ君は何回も腰上しょったのに知らんかったのね、ヘルニア。そうですね、ちょっとぎっくり腰だと思って整体行っとったんだけど、今回あんまりにもひどいから病院行ったら、はい、これヘルニアであったんだ。ってことはもう2人もボロボロよ。満身創痍説じゃない。いや俺本当何が言いたいかというとさ、はい、トビアって楽しいと思うんだよ、やってる。俺もトビアったら分かるけど、うんうん、アドレナリン出て、はい、18年後7年後こうなっちゃうよ。トシ君はもう営業もやったもんね、はい、もうやりたくねえって、やっぱ現場がええって。うーん、これアドレナリン出てもらうと麻薬と同じやん。足場がめちゃくちゃ、そうそう、高いところで楽しいんだもん。俺もそうだったんだけど、あで体使うと調子になったみたいな気持ちになるんだよね。汗かいてね。ちょっとせっかくやでね、みんなの飛び職の子、うん、聞いてほしいと思うんだけど、うん、何年前から出たの。20代中盤前半、そんな最初に出たんだ。出てました。休まないかんぐらい出たんだ。もう20歳なると本当もう立てないぐらいの。うわ、へえ。それからもう何年スパンぐらい出てくるの。ひどい時は本当1年に2回やった時もある。よう足場やっとるね。そんな目が頭良さそうなのに。めっちゃ頭良さそう。そうですね、インテリ系ですよね。何も考えてねえじゃん。トシ君は何年前、結構昔からでも腰痛いとか言ってたね。なんか調子が悪いような感じで、でもそんな立てなくなるとか、うん、そんな風にはなったことなかったんですよ全然、うんうん。一回ぎっくりみたいな筋を伸ばしちゃったことがあっただけで、うん、それ以外になんともなかったんで、うん、あれいつだった、あれ腰痛めてなんか休んのって手術したの。4、5年前です。4、5年前手術。手術したんですか。手術しました。はい、2回してます。2回します。そうだよ、手術はしてないでしょ。してないです。で今回初めてヘルニアとかなったから。はい、そうです。じゃだけどもう本当にさっきもちょっとシート貼ってるんだけど、もう足しびれるとか言ってましたね。そうそうそう。うわぁ、働かせないで俺働かせないで休めって言ったの。本当にめちゃくちゃ痛くなって、初めて病院で MRI まで取って、うん、椎間板ヘルニアが5箇所ある。5箇所どういうこと。結局は骨があってつながってる、そのつなぎ目にクッション材があって、うん、それが飛び出てきて神経を圧迫する、うん、それで足がしびれたりするらしいんですけど、うん、その飛び出てきてるのが全部で5箇所あって、うわ、ひどいのが全部で3箇所あって、うん、で多分それがすごい神経圧迫してたんで、それで2回手術した。うわ、うわ、これで足場をやってる子は気をつけた方がいいよね。整体とかで、うん、腰にきとるって言っても、うん、体全体が傷んどるもんでヘルニアになるとかそういうわけでしょ、はい、うん、だから体のケアをちゃんと大事にしてるんで、まあ、多分みんなあれでしょ、若くて飛びってね、まあまあ給料もいいもんで、うん、もう毎日ね飲んで遊んで酒飲んでね、で朝帰りで仕事行ってみたいな、はい、で来るんだよね多分、うん、お酒一番ダメだし。そう、多量に飲むとお酒って筋肉を固める効果があるらしくて、へー、飲みすぎちゃうと筋肉がガチガチになっちゃうんで、俺致死量どうなの、やればいいんだ。そうですね、またちょっと病院に。まあでももうまだしびれてるんでしょ。今病院行ってね、で医者なんて言ってもまだいいって言って、まあ、その整体とかそういうのはちゃんとやった方がいいね。そうですね、悪くない時にやって、で本当にさ、まあもうちゃんとやっぱ保険とかしっかりしてるところで働いた方がいいね。うちはしっかりしてるから、うん、大事ですね。大事大事。うちの PI だけどちゃんとしとるね、うん、そうしてないんだってもう
終わりでしょ人生。じゃあだって次の道もあるんでね、はい、まあ嫌がったけどやれとかね。じゃだけどそうやっぱ覚えていかんと、はい、もう俺本当に富なんかもう20年の賞味期限、うん、だって俺はもう40で無理やもんね。おかげさんであの求人動画で来たんだよね、2人3人ぐらい来とるね富田君、うん、いいことだ。でもう100人ぐらいは一応話聞きたいとかも来とるかな、うんうんうん、まあまあそう焦って今度いいから、うん、まあ、タイミングとあれ見て仕事できるときはもう本当に全然気にしてない、うん、だからもう本当にあのハートがあるやつだけ、うん、ハートがないやつみんな挨拶ができんとか、うん、友達大事にできんとかもうそういうやつはいらない絶対、うん、でそれだけだね、うん、どうなんかアドバイスある？自分が何でもないと思っててもやっぱり疲労は蓄積されてるからちゃんとメンテナンスはした方のがいいよとは思いますね、はい、無理をしないように。そうだ、ね、数年後に絶対来るんで。絶対来るね、本当に絶対来るね。だから自分の体大事にして朝早く夜遅いでしょ、うん、みんなね多分動画見てる子たち多分一番早くて一番遅いよね。どうせやる資材置き場行って本当に9時10時やっとるでしょ多分みんな。ほんで一番いくら待っとるか俺知らんけど決していいわけじゃないよ給料が。それ俺、うん、もだって社会保障も何もないようなところでその働いとったらもう何もなくなんで、まあ、そこだけねちゃんと考えてやってください、うん、はい。ちょっと真剣なんだけど、こいつらこの3人おっさんのもキモいなってそう YouTube でやることじゃねえだろって思われるかもしれないですけど、でも本当にちゃんと考えてほしい、うんうん、で考えた結果うちに来てほしい、なるほど。でここでやりたいなと、はい、うん、また見てね、はい、チャンネル登録もお願いします、お願いします。グッジョブです。